はい、2020年6月2日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療,感染,疫医療感染症対策の理解のためには始めたいと思います。で本日はインフルエンザの第3回変異と流行について見てみたいと思います。 私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の浅倉と申します。どうぞよろしくお願いしますで。私の市議としての情報発信は、浅倉ミキャル公式サイトを検索していただくと、えー、このようには入っております。えー、っと本日も、あのー、21時間,1時間連続船橋では感染者が発生していませんというニュース、あるいは私が先日行った議会の6月中継、議会室席の6月中継も載せてありますので、どうぞご覧ください。で本講座はこのような 点に注意しながらやっていっております。さて、えっと、RNA ウイルスは実はあの、まあ、コロナウイルスもそうですし、一番私たちに身近なインフルエンザウイルスというのもその私たちに身近なウイルスとしてあります。で、このインフルエンザを理解することで、えっと非常にコロナウイルスの理解の 手助けにもなりますので、しっかり説明していきたいと思います。でコロナウイルスの増殖方式はこういうことですね。S タンパクというもので、細胞のウルスレセプター ACE に貼り付いて侵入して増殖していくと。でこのコロナウイルスの様子はすでに朝倉未来ある YouTube チャンネルに載せてありますので、どうぞご覧ください。さて、いよいよ本題、インフルエンザです。でインフルエンザはこのように、 HA という突起の部分で細胞表面の CR3 というところに貼り付いて侵入しそして増殖して脱出していくんですね。でまず、あ、らの遺伝子 RNA とも同じものをコピーさせてそして自らの膜タンパクこういうものも、まあ、エンベロープのタンパクも作らせて脱出していくんです。 で HA で侵入し NA で脱出するということですね。さて、まずインフルエンザという言葉なんですが、インフルエンザという言葉は、 えと影響を示す、影響という言葉はイ,、まあ、インフルエンスというのは影響ですねで。インが中へ、フリューが流れ込む、えー、エンスというの名詞形にするものですので、えー、中へ流れ込むものということで影響になります。で昔、インフルエンザは、えー、星の影響による疾病と考えられていたので、まあえー、このインフルエンザという言葉がつきました。でこのフリューというのは流れ込むとかいう言葉でありまして、結構英語の言葉、フ,フローとかフ,フロートとか、フラットとか、フリュートとか、 まあ、フルエント、フルオレッセンスとか、そういう流れるというような言葉由来の言葉がいろいろあります。もう一つ、パンデミックとエピデミックという言葉が出てきます。パンデミックというのが全世界的な流行、エピデミックというのが地域的な流行ということですね。でこのデミデモスというのはギリシャ語で人々のことを意味しまして、デモクラシーが民主主義、そしてパン デミックのパンがすべての、エピが上のとか近くのですから、こっちがすべての人々に流行する、こっちが、えー、ある地域の人々に流行するという意味合いですね。さて、インフルエンザウイルスについて、えー、とどういう形になっているかというと、こういう形になっております。で、えー、この中の HA タンパクと NA タンパクというのが、えー、ありまして、その、 HA で侵入し NA で脱出するということですね。でこの HA タンパクと NA タンパクは、まあ、さっきも言ってましたから離れるという,、えー、いう順番で HA で侵入し NA で脱出するというイメージで押さえていてほしいんですがあの第1分節から第8分節までの,その RNA の中で第4番目が HA を指定する遺伝子で第6番目が NA を指定する遺伝子です。でこの、えーと 絵の色に合わせて、それぞれ緑と、えーまあ、あのピンクというふうに表現しましたけど、実は本日これからする話では、このように色で強調できない、他のことを色で強調したい,ということがありますので、第4分節と第6分節を太く表現してますので、第4が、N、HA で、第6が NA ということをイメージしておいてください。さて、A 型インフルエンザの変異についてはいろんな流行の仕方がありまして、えー 30年にいっぐらいのペースで、まあ、起こることがある、その大変異、抗原シフトという、これはあのさっき言った都市粒の HA とのと NA のタイプが変わっていくことですね。で、これが新型インフルエンザとかエピデミック、パンデミックにつながることがあると。それに対して、毎季節ごとにインフルエンザのタイプが少しずつ変わっていくことを、小変異、抗原ドリフトと言ってまして、これは季節性インフルエンザの、えー、毎年ちょっとタイプが違ってくる理由です。 でこれは HA 分子の抗原領域の点突然変異で少しずつ変わっていくんです。で実は RNA ウイルスは DNA ウイルスに変異速度が速いんですけど、なぜかというと DNA ウイルスは二重螺旋ですで。二重螺旋でありますので、例えばここに二重螺旋の A と G、T と C, C という双方的に貼り付いている鎖があったとしてコピーしているときに A の反対側に T、G の反対側に C ですので、本当はここは T が来なきゃいけないんですね。でも間違って C が来てしまった。 その時にはどうなるかというと、実は細胞内に DNA 修復酵素系というのがありまして、この間違いを見つけて、これ A の反対だか T であるはずだろうということで、T に置き換えるあの、まあ、つまり構成ミスを発見するような仕組みがあるんですね。こっちは正しいですけどね。あのということで、えー、変異を直す仕組みがあるので、DNA で変異が残ることは少ない。しかし RNA は A、えっと、G が CC になってたら、まあ、一瞬だけ、あのー 複製の時にこに鎖状になりますけど、すぐに1本差になるので、これが間違っているということは、こうずっと張り付いていれば見分けることができるけど、見分けることができないので、その変異が固定されていきます。ということで、えっと、これはあの RNA の変異が激しいんですね。さて、それでは、えー、大,大変異の方で見ていきたいと思うんですが、大変異の前提として、実はインフルエンザウイルスというのは、 カモの長官の中で共生してるんですね。で、カモのな長官の中で共生をしておりまして、えっと、カモの長官の中では、1から、H の1から16まで、N の1から11までが完全に、あの、共存しております。で、それが、時々鳥に、まあ、鶏に行ったりします。それから、まあ、豚とか人間にも来ることがあるんですね。で、それはなぜかというと、 昨日の話でこういう話をしました。えっと人の細胞の表面にある人型レセプターと、鳥の細胞の表面にある鳥型レセプターは、ちょっとタイプが違うと、まあ、この、えー、わずか、えー、結合の位置が違うだけなんですけど、これでもきちんとしたあの違いとして、えーまあ、それぞれが認識できないからなんです鳥ウイルスは人型レセプターにくっつかないし、ヒトウイルスは鳥型レセプターにくっつかないので、お互い感染し合わないと。 でお互いの種に適合したウイルスだけが侵入するという種の壁を乗り越えることができないという原理を昨日説明しましたところがここに豚が介在すると、えー、こういう話があります豚,ウイルスはあ豚細胞は実は人型レセプターと鳥型レセプター両方持っているので人と鳥のウイルスが同時に感染ができるんですねそうするとこれとあと豚自身のウイルスのもう感染しましてこの、えー、これがミクシングされまして 新しい組み合わせで、その新しい組み合わせのウイルスが生ず。でそうすると、それがいわゆるこう新しい変異として、人の世界にパンデミックを引き起こすということですね。さて、それで、この変異でよく調べられているのが、2009年に少し起きたパンデミックの H1N1 のあがたのインフルエンザウイルスの出現ですで。これはどういうことかというと、豚型のインフルエンザの RNA を緑で書き、 鳥型を、えー、オレンジで書き、人型を黒で書いてますと、実は 3, 3つのウイルスが同時に豚の細胞に感染して、これがミキシングされたんですね。まあ、いろいろ混じりました。それと豚の持っている、えーまあ、もう1つの元々の豚に近いやつがまた融合しまして、こういう形になった。でこれが、えー、実は新しいタイプだったので、パンデミックを引き起こしたということですね。さて、 えっと、過去のインフルエンザパンデミックについて振り返ってみたいと思うんですが、H1N1 型という、えー、ソ連、も、えーまあえっともとスペイン風邪と言われている1918年のものがあります。まあ、世界で5000万人が亡くなったと言われている大規模なパンデミックが起きました。で、この、えっと、パンデミックの後に、あの1957年に、 アアジア風邪というのが、まあ、風邪という表現してますけどこれは実はまあインフルエンザのことでありまして、えー、アジア風邪で別のタイプが、まあ、あのまた流行したんですね。で、この時には、えっと、この HA と N のタイプが、H2、えー、N2 に変わりました。で、これをい後で調べてみると、その鳥型、4番と6番が鳥型になってますね。 で2番と4番と6番が鳥型になって、他は人型なんですけど、人型というのは正確には、このスペイン風邪の時にきに、えーまあ、大流行して、それから、あのー、落ち着いて、えーまあ、スペイン型の,その子孫たちが、えー、人の世界の中で季節性インフルエンザとして流行してたんですけど、でそれが、あのー、また混じって、一人型のやつがま入ってきた新しいタイプになって大流行を起こしたと。で、またこれが落ち着きます。で、落ち着いた後に、今度は、 えー、香港風というのが1968年に10年11 0年1年後に起こります。で、この香港風邪は、えー、実は今度はこのアジア風邪が人間の社会の中でのベースになりますので、まあこれ鳥型として入ってきたんだけど、まあ定着するうちに人型とみな,すみなしてますと、えー、それに対してまた新たな鳥型が入ってきたんですね。ということで、えー、その新たな鳥型はこの H3、えー、まあここのところですね。えー h のところが3という新しいタイプになったということです。それで、その後2009年はさっきのような形でまあ、豚な。なんか由来も混じってこういうあの新しいタイプが生まれたと。 さてそういうい豚がその鳥と人のウイルスをミキシングすると、なするとなんか豚がなんか悪者的になってしまうんですが、実は逆でありまして、豚の世界に最初にインフルエンザをああのーまああのー、人が人に,後に感染するインフルエンザを持ち込んだのは人です。えつまり、スペイン風邪の時に、スペイン風邪の大流行の時に、スペイン風邪由来のインフルエンザが豚に感染したんですね。で人の世界ではこちらなんかに そのなんていうか乗って取って代わられてて H1N1 型は一旦たん廃れるんですが、えー、豚の世界ではずっと脈々と受け継がれたと変異した豚内に変異しながら脈々と受け継がれてきたとでそれが最後にここに 来たんですねとなると、まあ、200年,のあ100年です約100年の時を超えて H1N1 型ですで。これわざとあの緑で書いてあるのは、もともとスペインから人型由来なんだけど、豚で定着したものがまた人に持ち込まれたということですね。そうすると えっとまあ、むしろ豚が人から最初に移されたわけですから、まあ、ある意味では豚の方が被害者ということになります。さて、この H1N1 型はスペイン風邪を引き起こしただけではなくて1977年にソ連風邪というのを引き起こします。でこれはどうも えっとこのスペイン数の原型に非常によく似ているので、ソ連の研究所から漏れ,漏れたんではないかというふうに言われております。さて、今、季節性インフルエンザのベースになっているのは、このソ連型ア型と,、えー、香,港あっと香港のア型でありまして、これと B 型インフルエンザの抗、まあ、体をその混合させて、えーまあ、抗原性をうまく、その3つのものをうまく組み合わせて作っているのが HA ワクチンです。 今使ってるワクチンですねさて、じゃあ、えっと、最後にですが、まあ、この図ですが、まあ、もともとインフルエンザウイルスはカモの長官とカモの住む湖水を、あの湖を、えーまあ、安定の地として、えー、まあ、あのぐるぐる回転してあったと。で、そのうち一部がさっきの原理で種の壁を越えて、えっと、まあえー ここういうういい世界に入ってきたということですねさてあの、さっき豚の話もしたんですが今、えー、厚生労働省では動物由来の、まあ、ウイルスというのは結構、えー、このような形で種の壁を越えて、えー、っとあの動物から持ち込まれることが多いんですで,ですのでほ、まあ、他の細菌でも含めて動物由来感染症という言い方をしています。 しかし、昔実は人獣共通感染症と言ってたんですね。人と獣が共通に感染する症状と言ってた。で、人間の立場がすると確かに動物由来感染症なんだけど、実はさっき豚が実は人間から移されたという話をしましたけど、本当は人獣共通感染症といった方が実態に合ってます。 まあ、もしあの私たちは被害者だけではなくて、まあ、動物の世界にもウイルスを、えー、逆に持ち込んでる存在でもあるのでやはり、えー、と動物だけを、えーまあ、問題にするのではなくてやはりあの、まあ、ウイルスも含めて、えーまあ、そう簡単ではないですけどあの人と動物そしてウイルスが、えー、ある程度のところで共生するような社会を目指す必要性があるということですね。 ご清聴ありがとうございました。